どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者、高尾主です。前回に引き続き、コウマトをやっていこうと思います。回復は使っていないので、残りの手持ちで何とかしてみます。途中で回復を使った場合は、一言報告します。61回なんですけれども、弱点がバラバラな上に、結果以上回復するので、そこは注意しておいてください。とりあえずもうめんどくさいんで、結果以上毒斬りを使います。メリスンはグレイズを1枚貼り、ポイズンブレス、エイリンもグレイズを1枚貼り、アポロ13、これで結果以上毒斬りを貼っていきます。ミノリコに関しては被弾によってやられる場合があるのでグレイズを3枚貼ります。あとはもう通常攻撃でいいです。ここで結果以上毒斬りの効果を持ったスペルカードを使わなくていいんですけど、先ほど最初に申し上げた通り、結果以上ランダムで回復するので、ここはもうお祈り芸になりますね。自分の幸運を信じれるなら、このまま祈り子に結果以上ブレイクをさせます。1枚目のスペルカードで毒斬りをブレイクできます。今回使ってきませんでしたね。これでフルブレイクできました。祈り子と豊姫を交代します。1回戻ります。豊姫のラストワードだと、クラウンピースを倒しきれないので、エイリンの3ブーストのスペルカードを使います。単体でいいです。トイヒミは3ブーストのスキル全使用、ラストワード。ちょっと残っちゃいましたね。エイリンの単体スペルカードをもう一回使います。トイヒミはもうやることがないので、ブーストをして、集中ショットで打っておきましょうか。水属性が弱点なので、おそらくいけるかもしれません。いけましたね。こんな感じです。次は62回ですが、3体共通して、星属性が弱点で、特に厄介な防御バフは使ってこないので、普通に弱点をついて倒します。編成はこれです。赤マリサのラストワードをここで切ります。サナイは回復用で入れているだけです。スワクは全体スペルカードのインボーダウンを使用します。スワクをグレイズ2枚貼り、サナイもグレイズを2枚貼ります。そして、結界増加と体力回復。赤マリサに戻って、赤マリサはグレイズを1枚貼り、アルタースパーク。インコ上昇絵札を使って、あらかじめインコを上昇させておきます。スワクに関しては、全体スペルカードで敵のインボーを下げます。サナイをそのまま攻撃です。このまま赤マリサのスキルを全部使い、3ブーストでラストワード、これでいけるはずです。次は63回ですが、こちらも結果以上を回復する敵がいますので注意してください。とはいえ、そろそろ手持ちも厳しくなってきたので、毒斬りのフルブレイクをここでも切ります。エイリンのアポロ13、メリスンのポイズンブレスで結果以上毒斬りを付与します。メリスンはさらに全体の毒斬りを付与するポイズンミストを使用。ミノリコは1ブーストして全体スペルカードを使用して結果以上毒斬りをフルブレイクします。これでフルブレイク状態になります。ここでスキルとブーストグレイズを全て使用し、エイリンのラストワードを打ちますが、この幽霊星、こちらが月属性の耐性がありますので、エイリンだけじゃ倒しきれません。とりあえずエイリンにはラストワードを選択。メリスンはリンゴと交代。リンゴはブーストによって陽光を上昇させますので、ブースト使用。この幽霊土の方に単体のラストワードを打ち込みます。ミノイコはアキューと交代。パワー連携によって霊力が 1.00 上昇しましたので、アキューのスキルと合わせてフルブーストできます。アキューは3ブーストしてラストワード、ヒナに打ちます。
こんな感じですね。次は64回ですが、共通して金属製が弱点なので金属製の弱点ブレイクをします。これ満を持してクロヨームの登場です。連携ボーナス持ちのユウコと交代させます。2ブーストしてグレイズを2枚貼り、貫突のコウムの魔女をつけた大霧白狼剣を使います。次は3ブースト、貫突の霊力上昇絵札をつけた雷霧白狼剣を使います。ダンサーインザパドルをつけてますが、別に深夜の紅茶とかでも大丈夫です。ラスワードが3ブーストできなくても問題なく倒せますので。フルブレイク状態になりました。これ3ブースト、スキルを全使用、ラストワード、こんな感じですね。65回ですが、味方全体の要望と陰謀5段階アップ、相手単体の要望陰攻5段階ダウンという厄介なバフデバフを使ってくる敵が現れるので、手持ちの問題もあり結果以上大連フルブレイクとテイとユウコをここで切ります。とりあえずスキルを全部使います。結果以上大連で埋め尽くされるので、うどん毛はテイと交代。うどん毛のスピード連携によってテイの苦手だった命中率が補強されます。テイは貫突のコウムの魔女をつけた全体スペルカードを使います。ネムノはユウコと交代。アタック連携で妖怪が2段階上昇、まあユウコにとってあまり意味がないですが、キャストリドリームでもアゲハモンの思想でどっちでもいいので使ってください。ニトリはミノリコと交代。ノリコは1ブーストをして大連フルブレイクのバレットがついている全体スペルカードを使います。大連フルブレイクしました。テイは3ブーストスキルが使えません。ラストワード、ユウカは2ブーストしてラストワードですね。スキルは使います。ミノリコは何でもいいです。まずテイによって要望デバフがかかります。そしてユウコでとどめを刺すような感じですね。こんなもんです。主力をほとんど使い切ったのでここで回復を切ります。66回ですが、ここも結果以上ランダムで回復させます。しかもこのヨシカ結果以上毒斬りが効かないんですよ。ということでここで結果以上大連フルブレイクを切ります。土属性が弱点なので土属性のラストワードで締めようと思います。まず結果以上大連を使います。うどん毛は全部使い、ニトリも全部使います。ネムノは念のため攻撃バフは残しておきます。うどん毛とランを交代します。ランは霊力上昇絵札をつけたスペルカードで霊力を上昇させておきます。ニトリはミノリコと交代。敵の攻撃がかなり強力なので念のためグレイズをしときます。これ結果以上回復されなければフルブレイクできるんですけれども、結界が回復されてしまっても問題ありませんので、とりあえず大連のブレイクがついているスペルカードを使います。あ、回復しませんでしたね。回復されなければフルブレイクできます。あとはランのラストワードで締めましょう。次の敵はそこまで厄介な攻撃は使ってきません。しかしながら主力はできるだけ取っておきたいので結果以上毒斬りブレイクをしていこうと思います。エイリンはアポロ13、ミノリカはちょっと霊力が足りませんので霊力上昇絵札をつけた全体スペルカードをグレイズは2枚貼っときます。メリスンはポイズンブレスですね。ここでエイリンは小悪魔と交代。小悪魔は霊力を上昇させておきます。ミノリコは1ブーストして結果以上毒斬りフルブレイク。小悪魔はフルブーストで、デモンクラフトは月属性に耐性があるチルノに使っておきましょう。そしてラストワード、ミノリコはコスズと交代。コスズは2ブーストで
キルを使い、ラストワードメリスンはアリスと交代、アリスはアシストドールで命中率を補強、ブースト、そしてラストワード。こんな感じですね。以の68回ですが、ネミリアが結果以上毒斬りが効かないので火属性と日属性が弱点のネミリアと小悪魔を、星属性が弱点のパチュリーをそれぞれ対応できるキャラで弱点フルブレイクします。このような編成です。パワー連携持ちは連携ボーナスがあるキャラと組ませております。まずユイコとスイカを交代。スイカは2ブーストして火属性バレットが3つになるようにし、全体攻撃のスペルカードを使います。アリスはレイムと交代。レイムはブーストなしで無双封印。パチュリーは赤マリサと交代。赤マリサは2ブーストして霊力上昇エクダをつけたアルタースパークを使います。スイカは2ブーストして全体スペルカード、レイムは2ブーストして無双封印をレミニアに打ちます。赤マリサは2ブーストしてアルタースパーク。スイカはそのままで、レイムは3ブースト3グレイズ、スキルも使い無双転生。赤マリサは3ブーストして巨星アンタレスを打ちます。あ、打つ必要なかったですね。それではいよいよ最後の70回です。この編成でいきます。エクストラアタックでグレイズを封じてきます。結果用2枚増加してきますので、弱点ブレイクをするときは気をつけましょう。全体攻撃耐性を使ってきます。結果以上毒斬りブレイクをしていきます。ポイズンブレス、アポロス13、メリスンの方はスキルを使います。ポイズンミストを使った時に全部に2枚ついているかどうか確認してください。ついてなければ毒毒タッチで結界を埋めましょう。ミノイコは1ブーストして結界以上毒斬りブレイクをします。あとはエイリンとヨリヒメを交代します。エイリンと交代することによって連携ボーナスがつきますので、霊力上昇スキルで3ブーストできます。スキルは全使用、そしてラストワード、これで終わります。こんな感じですね。今回の動画はこれでおしまいです。すいません、ちょっと69回はヘマをしてしまいまして、録画をせずに申し訳ありませんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。